まずはホーム鳥取のスタメン予想フォーメーションです。 4-4-2、 ゴールキーパーは1番の糸原、ディフェンスラインは4バック、右から田中、鈴木、石井、ムンギンジュ、ボランチは丸山と福岡院のコンビ、右に東条、左は牛の浜、ツートップは大久保と重松です。では愛媛のスタメンと予想フォーメーションです。ゴールキーパー1番の徳重、こちらも4バック、右から三原、大城、小川、山口、ダブルボランチは森脇と矢田、2列目に曽根田、佐々木、茂木、ワントップは10番の松田力です。大久保守備に行く、奪った大久保、前を見る大久保、左は重松、その重松ワントラップして落として、右足を振る、正面ミートはしませんでした。頭を抱えます11番の、33番の小川です。持ち上がるセンターバック、出る、オンサイドかオフサイドか、シュートか、もう一回シュート、糸原ストップ、ショットストップ、田中、中には4枚います、手前に東条、丸山、正面後ろから右足を振ってきた、これが14番の福岡院誠の右足ミドル、東条、これが大きくなった、増田力10番だ、どうする、叩くか打つか、自分で横に胸コントロール、17番の茂木、シュート、シュートブロック、シュートブロックが4番の鈴木純也、もう一回福岡院上げてくる、正面だ、ヘディングはクリアしていったのは33番の小川、田中、ミドルと見せかけて右に展開、石井が残っています、石井ワンタッチあって右足シュート、ニアの上だった、後ろ浜、惜しいシュート、松田がプレッシャーに行っていますので、ここでボールをずらしながら回しています、頭の上、ここは愛媛狙っています、17番の茂木、不用意なパス切り返して茂木、上げてくる、正面だ、ヘディングシュート、愛媛先制0-1、決めたのは10番の増田力、このプレーです。ここが頭ごなしのパスでしたが、しかし読んでいました、高い位置でボールを拾ってあとは切り返して、茂木から正面抜け出た10番のキャプテン松田力、今シーズンこれが松田初ゴール、相手のミスから、そのミスを逃しませんでした。ボランチの福岡院が落ち着いていて、ノーファウルでボールを奪った愛媛、佐々木も前にいる、左から中央だ、シュート、キーパー止める、ショットストップ、その後ナイスキーパー、ナイスシュート、戻って、リスタート、正面胸コントロール、重松のシュート、胸コントロールから重松、今シーズン2得点目、技を見せました、重松健太郎、鳥取1-1、同点に追いついた後半の22分、重松が中央から胸コントロール、トラップ、セットプレーの後でした。ここから一歩戻って、ほぼフリーで振り抜きました、同点です、重松、今日ワンゴロの重松が正面にいる、遠いサイドは田村、ニアに重松が移動してくる、さあスルーして右足だ、福岡院、福岡院のダイレクトはビューティフル、非常にいいシュートでした、気持ちがぶつかるというこの時間帯、さあ抜ける、走る、出る、山口上げる、ワンタッチあって後ろから攻めて、決まった、10番の松田力、勝ち越し2点目、今日2ゴール、キャプテンの得点で愛媛がまた一歩前に出ました、後ろからこれ曽根田、正面でフリーにしました、鳥取がさ、愛媛また来る、また来る、チャンスになる、倒されて上は PK、
田が抜けたところ、石井40番の曽田和樹、左利きレフティの選手、沈めました。ポストから沈めた曽田和樹、 J 初ゴール。そしてベンチに向かう、これが J リーグ初ゴール、クローリンの曽田和樹。福山シティから2階級昇格で入ってきました曽田和樹です。田中上げる、ゴール前落として小澤、中を見る小澤、シュートになった、決まった。目の覚めるような小澤のシュート、これが今シーズン2本目、鳥取2対3、差は1点になりました。小澤秀康切り込んで見事な右足インフロント。さあラストプレー、正面遠いサイドヘディングで競る、愛媛クリア。ここでファイナルホイッスル、左手突き上げた愛媛、山口達也、愛媛今シーズン初勝利、鳥取開幕3連勝ならず、今季初黒星、2対3、愛媛が1点差、勝ち切りました。